スマートフォン、ランド服、釣りでも家電もタブレットも、電動工具が機器、とことん高く買い取ります。わしの出番は？はい、こんにちは。今日はポータルアクスルのリダクションギアボックスを分解していきます。最終的にはオーバードライブのデフギア交換する予定です。レッドキャット J8 のノーマルホージングのハウジングは必ずポキッと骨折するので、今回社外品を交換していきます。このあとネジが合わないトラブルがありましたので、その様子は次回の動画でお知らせします。